カリフォルニア州中部、サンタバーバラ郡の都市である。カリフォルニア州のセントラルコーストに位置する。2010年国勢調査で、の人口は99,553人であり、サンタバーバラ市のそれを上回っており、郡内では、最大の都市となっている。サンタマリアバレー、グアダルーペ市及び未編入の大カットを含む、都市圏人口は161,227人だった。 イチゴ産業とワイン産業とサンタマリアスタイルのバーベキューで有名である。サンタマリアバレーはサンタルシア山脈から太平洋に向かって伸びており、数千年前からチュマシュ属インディアンの母国だった。彼らは多くの木が生える周辺の丘陵斜面、アメリカ鈴鹿家のコノマのサンタマリア川岸及び海浜地域にその家を建てた。海洋での釣りのためには、 トモルと呼ばれる板で作ったボートを持っていた。1769年、ガスパルデ・ポルトラの遠征隊が、スペインによるカリフォルニア植民地海岸の初の陸路探検で、モントレー湾に向かう時にサンタマリアバレーを通った。1772年には北方にサンルイス・オビスポで、トロサ伝道所が、1787年には、現在のロンポックに近い南方に、 ラプリシマ・コンセプションの伝道書が設立された。1821年、メキシコ独立戦争の後で、スペインがこの地を離れ、サンタマリア・バレーの伝道書とその土地は1844年に、ランチョ・プンタ・デ・ラグナと呼ばれる、メキシコの特許土地となった。1850年、カリフォルニアがアメリカ合衆国の州に昇格すると、 肥沃な土壌が、農夫や開拓者を引きつけ、サンタマリア側バレーは、州内でも最大級に生産的な農業地帯となった。農業は現在でも、サンタマリア市と、周辺地域の経済にとって、主要産業であり続けている。1869年から1874年、警告の著名開拓者のうちの4人、すなわちルドルフ・クック、ジョンソーンバーグ、 アイザック・フェスラー及びアイザック・ミラーが今日のブロードウェイとメインストリートの角にある土地を工作した。町の地図は1875年にサンタバーバラで記録された。この新しい町は当初グランジャービルと呼ばれ、続いてセントラルシティと呼ばれた。市名は1885年2月18日にサンタマリアに変更された。 これはこの町宛ての手紙が間違って、コロラド州、セントラルシティに送られることがあったからである。サンタマリアという名前は、開拓者のフアンパシフィコ・オンティベロスが、その25年前に、自分の資産に名付けたものを使った。サンタマリアバレーでは1888年に、石油開発が始まり、世紀の変わり目頃には大規模な油田発見につながった。ユニオンオイルが、 町の南にあるソロモン丘陵でオーカット油田という大きな油田を発見し多くの小規模石油会社と共に油の組み上げを始めた。1903年が終わるまでにユニオンオイルは22の油性を運転していた。その後もいくつかの重要な発見が続いた。その後の80年間でいくつかの大規模油田が発見され数千の油性が掘られ、 石油を生産していった。1930年代に、サンタマリア市の南部と西部の地下で、サンタマリアバレー油田が発見され、石油開発が強化され、それまでにも増して市は、成長を遂げた。1957年までにサンタマリアバレーで1775の油性が運転され、6億4000万ドル以上の価値がある石油を生産した。 カリフォルニア州の中で占めるサンタマリアバレーの位置、サンタマリアは、北緯34度57分5秒整形120度を26分0秒、北緯34.95139度整形120.43333度、34.95139-120.43333に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 地域全面積は19.8平方マイルであり、この内陸地は19.3平方マイル、水域は0.4平方マイルで、水域率は2.23%である。サンタマリア市の南には、未編入のオーカットがあり、北には、サンタマリア川がある。この渓谷は西に、太平洋、東に、サンラファエル山脈とロスパドレス国立の森がある。グアダルーペ市は、 約9マイル西にある。サンタマリアはカリフォルニア州の海岸部に典型的な冷涼な地中海性気候である。太陽から吹く微風によって雲が払われ日照が多い。霧が発生することも多い。サンタマリア市のある定地では降雪が事実上解無であり、1949年1月に桟橋でにわか雪が降ったのが最後である。 その前の記録としては1882年1月の公設である。市の経済では農業が重要な役割を担っている。この地域では、ブドウ園、ワイン醸造所、及びワイン製造者の数が増えており、サンタバーバーラ郡のワイン生産地帯では、サンタイネスと北栓キャニオン、サンルイス・オビスポ郡のワイン生産地帯では、エドナバレーとアロヨグランデの中央に位置している。 市周辺の農業地帯は、カリフォルニア州内でも最大級に生産性の高い地域であり、主な作物としてはイチゴ、ワイン用ブドウ、セロリ、レタス、エンドウ、スカッシュ、カリフラワー、ほうれん草、ブロッコリー、および豆類がある。牛を飼育する牧場も多い。近年、市の農業と小売業の経済に他の産業も加えられてきた。例えば、 航空宇宙産業、通信業、ハイテク研究開発産業、エネルギー生産業、軍需産業及び製造業である。サンタマリアの包括的年間財務報告書2008年版によれば、市内の大きな雇用種トップ10は以下の通りである。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 サンタバーバラ軍の公式最高裁判所3カ所のうち1つがサンタマリア市にある。他の2つはサンタバーバラ市内にある。2003年から2005年、この最高裁判所はマイケル・ジャクソンに対する重罪告訴を裁いた。これは2005年6月13日に無罪判決となった。地区検察官は事件が起こったとされるネバーランド牧場から近いことで、 サンタマリアでの裁判を選んだ。サンタマリア氏は、サンタバーバラ氏と比べ政治的思考が分裂しており、よりリベラルな方向に向きつつある。おそらくはこの政治的な喫行のために、考えや水供給問題とともに、多くの事項が、軍内世論を二つに分け、軍内北部は、ミッション軍と名付けられている。しかし、長年にわたって、この分離運動は、不成功に終わってきた。 サンタマリア市の主要法執行機関であるサンタマリア警察部が毎年13万件の電話問い合わせに対応している。サンタバーバラ軍保安部も市内と周辺社会で活動している。サンタマリア警察部は3つに部門、すなわち管理部、運営部及び支援部に分かれ、112人の警官と51人の常駐支援員が働いている。北線キャニオン道路。 サンタマリアとサンタイネスバレーへとをつないでいるアメリカ国道101号線がサンタマリアバレー中心部を通り西部海岸都市のオークををなぐ高規格道路となっている。これはサンタマリア市内の高規格道路の状態を改善してきた。サンタマリアウェイとカリフォルニア州道135号線高架道路の間で4車線から6車線に拡幅する工事が行われた。 3200万ドルをかけたこの工事は2009年初期に完工した。カリフォルニア修道1号線は、市の西洋を走り、ロムポック近くで、バンデンバーグ空軍基地とをつないでいる。市内の国道101号線は高速道路であり、市と基地をつなぐ。修道1号線の小部分も高速道路だが、この二つの高速道路は互いに接続していない。 カリフォルニア州道135号線が市内を抜ける幹線道路と考えられている。南にあるロスアラモスの町からオーカットとサンタマリアを高速道路として抜けている。この道路はサンタマリアウェイと同じ経路を走る。その後ブロードウェイに入り市内中心部を抜けてサンタマリア側と国道101号線に向かう。サンタマリア公共航空港からユナイテッド航空で ロサンゼルスへ、アレジアント航空で、ネバダ州ラスベガスへ、定期商業便が発着している。他に、サンルイス・オビスポ市のサンルイス・オビスポ軍地域空港と、ゴリータ市のサンタバーバラ市民空港がある。サンタマリア・バレー鉄道は、クアダルーペ市に向かう短い貨物鉄道である。主な事業は、北カリフォルニアと南カリフォルニアの車庫がいっぱいになった時に、 その対比書とすることが含まれている。長距離を走るアムトラックの線で最も近い駅はグアダルーペ市にあり、サンタマリア市からはそこまでアムトラックがバス便を運行している。アムトラックの列車パシフィックサーフライナーは毎日上下2本ずつが北のパソロブレスから南のロサンゼルス経由、サンディエゴまで走っている。 サンタマリア地域交通が市内と軍部のバス便を運行しており、最近は午後10時15分まで運行時間を拡大した。サンルイスオビスポ地域交通局も、サンタマリア市とサンルイスオビスポ市を結ぶ10番系統を走らせており、ウィークデーが主であるが、土曜日と日曜日にも3往復させている。ブリーズバスがロムポック。 バンデンバーグ空軍基地とサンタマリア市を結んでいる。長距離都市間バスはグレーハウンドが運行している。サンタマリア市高校にあるエッセルポープ公会堂、サンタマリア合同統合高校学区は、カリフォルニア州最古の高校学区であり、地域内公立高校3校を管轄している。バレー内には他に、市立の著名高校が2校ある。 サンタマリア・ボニータ教育学区は小学校15校、中学校4校を管轄し、児童、生徒数は13,700人である。この教育学区にある学校は、サンタマリア市内、軍内のタングルウッド及び、グアダルーペ方面の児童、生徒を入学させている。オーカット統合教育学区は、未編入のオーカット内の学校を管轄しており、小学校6校、 中学校2校がある。この学区には2008年から2009年の学校年に新しくオーカットアカデミー高校が加えられた。この高校はオーカット中学校の敷地内にある。市内には2年生コミュニティカレッジであるアラン・ハンコックカレッジがある。このカレッジは元アメリカンフットボールのヘッドコーチである。 ジョン・マッデンやアーニー・ザンペス、さらにグンター・カニンガムなどがいて、結出した、運動教育が特徴である。このカレッジには、州内でも優れた劇団の一つである、演劇パシフィック・コンサーバトリーもある。サンタマリア氏は、おそらく多様なバーベキューで著名である。トリチップステーキはサンタマリアが本家である。トリチップは、ボトムサーロインから切り出した牛肉を使っている。 それは、小さな三角筋であり、牛の畳から1.5ないし2.5ポンドが取れる。アメリカ合衆国では1950年代遅くまで、ひき肉にするか薄切りにして、ステーキにするのが普通だったが、その後に、サンタマリアの特別料理になった。サンタマリアスタイルのバーベキューという言葉は、鶏チップあるいはその他の肉の味付けに使われ、塩、胡椒と香辛料ですり、 全体を回転式串焼き器で炙るか、地元産のレッドウッドの焚き木で炙るかしている。サンタマリアスタイルのバーベキューを補う、サイドメニューとしては、ガーリックトースト、ピンキートビーンズ及びサラダがある。サンタマリアは隣接するロムポック、ロスアラモス及びサンタイネスバレーと共に、国内でも最大級のワイン生産地帯を形成し、サンタバーバラワインカントリーと呼ばれている。 霧が多く、風が吹くサンタマリアバレーは、サンタバーバラ群の北端にある。アメリカワイン産地として、最初に認定された、この地域は極端に複雑な土壌と、多様な微気候が、相乗効果を与えている。シャルドネとピノノワールが特に太陽の影響の恩恵を受けるに品種であり、この原産地を代表するものである。バーガンディアン品種であるシャルドネとピノノワールが、 その冷涼な気候に植えられているサンタバーバラ地域ほど品質と可能性で進歩したアメリカのブドウ生産地域はないロバート・パーカー・ジュニアフードワインサンタマリア・バレーのブドウの品質が広く認められたので原産地の醸造所で使われるだけではなくなったサンタバーバラ軍全体や軍外の多くワイン醸造所でも使われているサンタマリア・バレーという名前は サンタバーバーラ郡から遠い醸造所のラベルにも使われている。サンタマリアバレーという原産地は、東のサンラファエル山脈とロスパドレス国立の森、西のソロモン丘陵とサンタマリア市で限られている。著名なテーブルワインとしては、オボンクリマット、フォクセン、カンブリア、バイロン、ランチョシスコックおよびビアンナシドビニヤードがある。 市内にあるアランハンコックカレッジには、高く評価される演劇学校であり、劇団である演劇パシフィックコンサーバトリーがある。著名な卒業生としては、ロビン・ウィリアムズ、キャシー・ベイツ、ケリー・マクギリス、マーセデス・ルール及びザック、エフロンがいる。サンタイネス・バレーのソルバングには別の演劇パシフィック、コンサーバトリー劇団がある。サンタマリアは、 長年ハリウッド映画の撮影現場になってきた。以下のリストはその主なものである。ありがとうございます。